今回はハンターハンターのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。死は全く怖くない。一番恐れるのはこの怒りがやがて風化してしまわないかということだ。ということで今回解説するのはハンターハンターの登場人物、クラピカだぜ。ハンターハンターの主人公の一人ね。ということで解説していくぜ。クラピカ、ハンターハンターの登場人物で主人公の一人だぜ。ルクソ地方出身で少数民族のクルタ族の生き残りだぜ。中性的な容姿ゆえに読者からはたびたび性別の議論が行われていたが、れっきとした男性だぜ。冷静沈着にして頭脳明晰であり、洞察力と判断力が長けてるぜ。基本的に冷徹な思考をしてるが、感情面では劇場金面や繊細さを併せ持つぜ。意外と情に流されやすいわよね。冷静な言動が多いが、実際はかなり情に流されやすく、良くも悪くも人情を優先するぜ。劇中でも幻影旅団の復讐よりもゴンたち仲間の安全を優先させていたぜ。彼がハンターを志したのは復讐であり、クルタ族は幻影旅団によって滅亡したぜ。幻影旅団に狙われた理由は日の目だぜ。日の目とはクルタ族の眼球のことであり、クルタ族が怒りなどの感情をあらわにすると目が赤くなる特徴があるぜ。幻影旅団はクルタ族の日の目を狙ったってこと？日の目の放つ色は世界七大美色の一つにも数えられるほど美しく、人体収集家の間ではそれこそ文字通り目が飛び出るほどの価格で取引されるぜ。実際にクラピカがよく信じていて買い戻そうとした際には5億は必要と見積もられ、最終的に意地の張り合いもあって29億まで値が釣り上がったぜ。幻影旅団がクルタ族を殲滅した時は全員目がくり抜かれていたぜ。悲惨すぎる。クラピカは幻影旅団の復讐と日の目を回収するためにハンターを目指すぜ。その後、ハンター試験に合格し、年も得得したぜ。そしてマフィアの霊嬢、ネオン・ノストラードの護衛を経て、ノストラードファミリーの若頭としてマフィアに所属することになったぜ。もともとハンターを世界で最も誇り高い仕事だと言っていただけあって、ハンターを目指す自信も正義感が非常に強いぜ。元からハンターを目指すつもりだったのね。気を許した相手には情に厚く、他者に誠実に接しようとし、弱者に対する哀れみを持ち、自身の感情と冷酷な理性が相反し、自身がひどく傷ついていることも多いぜ。利他的な性質から損をすることも多いな。他者の命には敬意を払うが、自分の命の優先度は低く、無謀な行動を取ることも多いぜ。猜疑心と警戒心は極めて強く、目上の者に対する礼儀はあるものの、初対面で品性を欠く者や強欲な強者には非常に冷たいぜ。身内以外は基本的に冷徹みたいね。弱者、年少者、誠実な者には優しいぜ。プライドは高いが公正を重んじ、自分が間違っていると分かれば非を認め謝罪する面もあるぜ。幼少期は今のゴンを思わせる純真な性格だったが、過酷な体験を経て非常に警戒心の強い性格に変貌したぜ。仲間の目の奪還に命を懸ける一方で、凄惨な過去から再び仲間を失うことを恐れており、潜在的に孤独感を抱えているぜ。彼が復讐よりも仲間の無事を優先するのもまた仲間を失う恐怖から来てるのかもな。クラピカは人が良すぎるからあんまり復讐向きな性格じゃない気がするわ。しっかり者だが時折天然さを見せることもあるぜ。また、ゴンと負けず劣らずな頑固な面があり、一度固めた決意はなかなか曲げないぜ。さすがにゴンよりは大人なのでゴンよりは引き際をわきまえてるがな。他人に指摘することが多い神経質な面があり、さらに他人になるべく迷惑をかけたくない責任感の強い性格でもあるため、かえって人と衝突することも多いぜ。クラピカ本人に悪気があるわけじゃないけどね。仲間をないがしろにする性格ではないが、基本的に家庭よりも結果を重視し、彼の念能力からもそれが伺えるな。また、幻影旅団に対する復讐心を保つことを心がけてるようで彼らを殲滅することに強い覚悟を持ってるぜ。ただ、幻影旅団に対する憎しみが強すぎるあまり、彼らのシンボルである雲という単語は完全に禁句でこの単語を聞くとブチギレるどころか虫の雲を見ただけでもブチギレるぜ。虫の雲を見ただけで切れるのかよ。年齢的には一応未成年だが、ゴンやキルアと違い周囲からは完全に大人として扱われ、どの職場でも周囲からリーダーに押し上げられ、様々な人物から注目されるぜ。結果的に次々と難題を押し付けられているが、義理を重んじ役目を全うしようとするため、何かと矢面に立たされることが多いな。どうやら、自身がクルタ族であることは隠してるようだな。まあ、クルタ族だと知られると狙われるのは必然なので当然といえば当然だな。本編開始時は17歳と思ったより若くて少し驚いたわ。イケメンかつ力的な強キャラだからか、キャラ人気が非常に高く、キルアに次いで人気が高いぜ。てかハンターハンターはキルアとクラピカの二強になってる節があるぜ。一方で他人にやたら指摘や煽りをしたり、ナチュラルに相手を小馬鹿にするような発言も多いことから、一部の人からは煽りスト、煽りカスとか言われてるぜ。
また、やたら他人を煽るくせに自身が煽られるとブチ切れることもよくネタにされてるぜ。悪気なく他人を小馬鹿にすることも多いわよね。クラピカが作中で発した、人は迷ったり道の道を選ぶときには無意識に左を選択するケースが多いという説を話していたぜ。これを一般に左回りの法則と言うんだが、この発言が有名になりすぎたこともありクラピカ理論と呼ぶ人もいるぜ。そういえばクラピカってエンディングでネタにされてたわよね。旧アニメの OVA のエンディング曲のキャリーオンではクロロとクラピカの顔が映るだけというシンプルなものだが、その表情と動きのなさのせいでネタにされてるぜ。クロロは汗をかいてて目をつぶってるため、一部の人から脱粉するのを我慢してる顔と言われ、クロロも大概シュールだぜ。問題はクラピカの方で、見ての通り絶頂を迎えた顔をしてるようにしか見えない上にクロロ同様なぜか汗をかいており、クラピカのこの表情が延々と動き続けるため、視聴者の腹筋を崩壊させたぜ。このクラピカのシュールな表情を延々と見せ続けるのは公式が病気と言わざるを得ないな。マジでクラピカの表情が荒れすぎて正気を疑ったわ。また、曲の歌詞のそのままでいいというフレーズが流れてくるため、視聴者からは、そのまあまあでいいとネタにされており、よくねえよと突っ込まれたりしてるぜ。そのままでいいっていう単語がもはや皮肉にすら思えるわね。また、ハンターハンターゼロ巻にて作者直々にクラピカも幻影四段も全員死にますと答えており、メインキャラ4人で唯一死亡がほぼ確定してしまってるキャラだったりするぜ。そんな大事な情報を話していいのか作者。てか作者の話の内容的に幻影四段とクラピカは共倒れする臭いわね。ここからは彼の主な対人関係について話していくぜ。よろしく頼むわ。レオリオとは出会った当初は衝突していたが、後に打ち解けてるぜ。以降は共に行動する描写が多く、特にハンター試験では共に行動することが多かったぜ。クラピカはレオリオに対する信用度が異様に高いぜ。クラピカはレオリオの前世を理解してる描写も多く見られるぜ。レオリオもクラピカの性格を理解してる描写が多く見られ、クラピカのことを案じてる様子を見せてるぜ。クラピカはレオリオのことを気に入ってる描写がかなり多いわね。ゴンのことは出会った時から良好な関係を築いてるぜ。ただ、ゴンはクラピカの復讐に否定的であり、たびたびクラピカの復讐をやめさせようとしてるぜ。クラピカはゴンの前世に惹かれてる様子も見せており、ゴンがピンチの時はゴンを助けることを優先させていたぜ。ゴンのことを肯定してる描写が多いぜ。クラピカはゴンに念のことを教えることを拒否してるが、これはゴンに自分と同じ鉄を踏んで欲しくないからだと思われるぜ。クラピカの念の修行のやり方は危険すぎるからね。ゴンが自分と同じ鉄を踏ませたくなかったことは容易に想像つくわ。キルアとは友達の友達感が強いぜ。だが二人は、遠慮なく指摘する、迷惑をかけることを恐れて背負い込みがちなのが共通しており、ある種の同族じみた部分もあるぜ。そのため、その分キルアはクラピカのことを理解した助言もしていたりするぜ。また、キルアはクラピカの復讐そのものを否定しておらず、彼の復讐に思うところがある様子を見せてたりするぜ。この二人は似た者同士かもね。同じファミリーの仲間である戦慄とは仲がいいようで共に行動してることが多いようだな。何かと暴走しがちなクラピカを止める役割もあるぜ。クラピカは戦慄に心を開いてる様子を見せてるぜ。てかクラピカは戦慄以外のファミリーとはあまり話してる描写が見られないわね。師匠のイズナビには信頼を寄せているようだが、あえて冷たく接している節すらあるほど塩対応だぜ。クラピカの師匠ってイズナビっていうのね、初めて知ったわ。ヒソカとは一時は幻影四段絡みでギブアンドテイクの関係を築いていたぜ。ヒソカの気質はある程度理解してるものの、あくまでも利害関係であり、クラピカはヒソカのことをあまり信用していないぜ。ヒソカはクラピカが幻影四段を狙ってることを知ってたのよね。とまあクラピカの主な対人関係はこんな感じだな。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。彼は初期の頃は木剣を使ったクルタ二刀流で戦ってたぜ。手裏剣や鍵縄も持ってるようだな。五感と身体能力も優れており、念なしでヒソカとある程度やり合えるぜ。ただし、試しの門では1の扉、4トンまでしか開けることができず、念なしでの単純な筋力はメイン4人内では比較的劣るようだな。念能力者でありながら効率性を重視し、ブラフに重機も使用するぜ。彼も当然ながら念能力を使えるが、メインキャラ4人の中どころか作中でも屈指の難解な能力を有してるぜ。クラピカの念能力はかなり特殊よね。クラピカは具現化系の念能力者で右手の指にそれぞれ5本の鎖を具現化させているぜ。鎖を選んだのは、野放しにされている四段をふさわしい場所に繋ぎ止めるという意図からだな。自殺まがいの行動に巻き込みたくない思いから基本的には一人で戦い抜くための能力となっているぜ。さらに念を覚えて日が浅いこともあり、永久首集団の四段との差を補うためにかなり無理をしているぜ。具体的にどう無理をしてるの？
鎖を権限させるようになるだけでもかなり無理をしてるぜ。具体的に言うと、最初は一日中鎖をいじり、目をつむって感触を確認したり、何百枚何千枚と鎖を射精したり、ずっとただ眺めてみたり舐めてみたり、音を立てたり嗅いでみたり、鎖で遊ぶ以外は何もするなと言われてたようだな。しばらくすると毎晩鎖の夢を見るようになり、その時点で実際の鎖を取り上げられると今度は幻覚で鎖が見えるようになったようだぜ。鎖の夢を見るとか頭おかしなるで。さらに日が経つと幻覚の鎖がリアルに感じるようになり、重さも冷たさもすれ合う音も聞こえ、いつの間にか幻覚じゃなく自然と具現化した鎖が出ていたとのことだぜ。短時間で鎖を権限させるために頭のおかしいとしか思えない修行をしており、常人がこれをやると間違いなく気が狂うぜ。実在する鎖を操作するのではなく具現化した鎖であるため出したり消したりが可能だが、実在の鎖を操作している能力であると敵に誤認させるために平常時でも常に具現化したままにしてるぜ。鎖を権限させるためにここまでやってるのか。鎖を使ったあらゆる特殊能力を有してるが、いくつかは自分の命をゴミのように扱ってる制約も多く、意外と使い勝手は悪いぜ。短期間で余談と渡り合える強さを身につけるためにかなり無茶な制約と制約を結んでるぜ。それゆえにウイングは絶対に真似してはいけないと評してるぜ。勘違いされがちだが、余談に対して念能力が使えないのは一部の能力だけで全ての能力が余談にしか使えないわけではないぜ。まあ、すべての能力が余談限定になるとあまりにも使い勝手が悪すぎるからね。今の時点でも相当使い勝手悪いのに。ホーリーチェーン。親指の先端に十字架の飾りがついた鎖で、巻きつけた部位の自己治癒力を強化するぜ。エンペラータイム中ならさらに能力の性能が向上し、骨折した腕を一瞬で完治させるほどの凄まじい治癒力を持つため、治療しながら戦闘も可能だぜ。強化系能力のため、通常時に使用しても効果が小さくなり完治に時間がかかると思われるぜ。治癒能力を有してるのね。スチールチェーン。人差し指の注射器の形をした鎖から発動するぜ。クラピカの能力で最後に明かされた能力で、鎖を刺した対象からオーラを継続的に吸い取り、同時に念能力、発を一時的に奪うぜ。オーラを吸い取り続けることで対象を絶と同様の状態にすることもできるぜ。一見するとクラピカの能力にしては使い勝手がいいように見えるが、念能力が注射器に残っている間は別の能力を奪えなくなるため、何らかの方法で解除しなければ再使用できないため、欠点も馬鹿にできないぜ。それでもクラピカの鎖の能力の中だと使い勝手がいい方よね。チェンジェール。中指の鍵爪状の鎖から発動し、捕らえた余談員を強制的に絶状態にし拘束するぜ。余談員以外に使用しない、もし使用すれば死ぬという制約と制約を定めたことで通常の念能力の範疇を大きく超えた水準に達しているぜ。ただ敵の体に巻きつけるだけで相手を一切の抵抗を許さず絶に追い込むという尋常ではない効果を持つ上、鎖自体の強度も馬鹿力の有望銀ですら全くどうにもならないほど強靭だぜ。余談にしか使えない能力の一つね。さらには鎖使用中には直接的な制限は他には一切生じないという、能力バトルにおいて反則的な能力だぜ。ちなみに巻きつけただけで絶にするとのことだが、ウボウギンとの戦闘時にウボウギンが鎖に巻かれてから行を使うシーンがあるぜ。だが、さっきも言ったが強大な力を代償に余談にしか使えない能力だぜ。余談以外に使うと死亡してしまうようだぜ。余談以外に使うと死ぬとか危険すぎね。ダウジングチェーン。薬指の玉の形をした鎖から発動する能力でその名の通り、探知能力があるぜ。探し物の発見や相手の嘘を見抜くことができ、戦闘補助の面でかなり優れた能力だな。さらにはクラピカの能力にしては珍しく特に制約もないため、かなり使い勝手がいい能力でもあるぜ。自由に操作することも可能なので銃弾を受け止めたり鞭のように使って相手の動きを阻害するなど、防具や武器としても利用可能だぜ。クラピカが最も使用頻度が高い鎖と言えるわね。クラピカ自身も探知の原理は把握してないらしいぜ。相手がどんなに訓練して隠してもその嘘を見抜ける能力だといい相手が嘘を自覚してない場合、おそらく鎖は動かないとのことだぜ。エンペラータイム中になると当然ながら精度が向上し、カメラの映像越しでも可能になるぜ。さっきからちょいちょい出てきてるエンペラータイムって何なの？火の目が発現した時のみ、私は特質系に変わる。特質系となった私は、どの系統の能力も 100% 引き出せる。これが今の私の力、エンペラータイム。エンペラータイム。クラピカが火の目になることで発動するぜ。
この状態になるとクラピカは特質系に変質し、オーラの絶対量が増える上、全系統の威力を 100% 引き出すことができるぜ。念能力は本来なら自身の適性に合った能力以外は 100% の力を出せないんだが、このエンペラータイムはそれを可能にするぜ。このエンペラータイムの発動には日の目が大きく関係してるらしく、日の目そのものが特質系に相当する能力なのかもしれないぜ。なんかシャリンガンみたいね。このエンペラータイムにより、ホーリーチェーンの回復力を向上させたり、スチールチェーン、ダウジングチェーンの精度を底上げしてるぜ。チェーンジェイルも実はこのエンペラータイムが関係してるが、これについては後で話すぜ。汎用性が高い強力な能力だが、制約が相当やばいぜ。発動中は常に激痛が伴うらしく、長時間使うと数日寝込むほどの疲労が溜まるぜ。ヨークシンシティ編では丸2日寝込んでたぜ。反動が凄まじいのね。凄まじいなんてレベルじゃないぜ。なんと彼のエンペラータイムは1秒発動するごとに寿命が1時間縮まるというシャレにならない制約を結んでたことが明らかになったぜ。約2時間半の発動で寿命が1年縮み、1日中発動し続けるとそれだけで約10年分もの寿命が失われる計算となるぜ。369話ではエンペラータイムの継続は3時間が限界でその3倍の9時間失神してしまったぜ。それゆえにクラピカはこのエンペラータイムによって寿命が縮まって死ぬのではないかと言われてるぜ。寿命を削る制約とかいくらなんでもめちゃくちゃすぎるわ。ジャジャジメントチェーン。小指の探検の鎖から発動し、エンペラータイムの発動時に使用可能だぜ。標的の心臓に刃を刺し、起き手を宣告した上で巡視させるぜ。もし起き手を破ると心臓に埋め込まれた鎖が心臓を破壊し、対象者を殺すぜ。さらに具現化した鎖でありながら自分の体から離された状態でも効果が持続する効果があり、放出、操作系との複合能力でもあるぜ。それゆえに効果が発動すると半永久的に持続し、助念するぐらいしか解除法がないぜ。クラピカの切り札的な技ね。本来、具現化系は放出系が大の苦手なんだが、エンペラータイムによって全ての念能力を 100% 使えるため、使用可能になってるぜ。小指の鎖は助念されるとクラピカにもわかるようになっているぜ。この能力は自分自身にも使用されており、チェーンジェイルの制約はこの能力で実現されているぜ。クラピカの能力の大半はエンペラータイムが根幹を支えてるのね。ステルスドルフィン。スチールチェーンとエンペラータイムの併用技だぜ。発動するとクラピカにしか認知できないイルカ型の念獣が具現化されるぜ。イルカの能力は注射器の中にある発をセットすることで奪った発の解析及び使用が可能だぜ。念能力をセットすると自動で解析し、能力名や効果、使用する際の制約などがクラピカに伝えられ、その後一度限りだがその能力をクラピカ自身が使えるようになるぜ。かなり強い能力ね。イルカに能力をセットした時点で注射器の方は空になるため別の能力を吸い取れるようになるぜ。セットされた相手はその時点からイルカを視認できるようになり、能力の使用権を得るぜ。この対象は念能力者でなくてもいいが、念能力者でない人物にセットした場合、副次効果としてその人物の念能力を覚醒させるぜ。自分、他人いずれの場合でも奪ってセットした能力が何らかの制約や制約を持つものだった場合、それらも全てクラピカまたはセットされた対象が満たす必要があるぜ。かなりややこしい能力ね。なので困難な発動条件を持つ能力をセットしてしまった場合、いつまでも能力を使えずセットしたままになってしまうぜ。そして最大のリスクは、ステルスドルフィンはセットした能力を使い終わることでしか解除不可能だぜ。つまり、ステルスドルフィン発動中は常時エンペラータイムが発動してしまう状態になり、その間エンペラータイムの副作用により寿命が減り続けてしまうぜ。やっぱり命を削る制約はヤバすぎるって。クラピカは制約と制約の強さと代償の重さを読者に見せつけたキャラとなり、主要キャラ4人の中でもダントツで死亡フラグが立ってるぜ。てか作者が死にますと断言してる以上、死亡することはほぼ確定してしまってるぜ。これでクラピカの解説は終わりね。総括すると彼は冷静沈着な性格だが、うちには劇場化な一面もあるぜ。念能力の負の側面を多く見せたキャラと言えるな。そうね。ということでクラピカの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。